時代の革命家になろう。どうも、はるがです。今日はなんとですね、皆さんこの方ご存知ですか？フリーランスショコラティエのアキさんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。アキさん、なんとね、ワールドチョコレートマスターズの、ね、ファイナリストなんですよ。皆さん、ワールドチョコレートマスターズ知ってますか？世界大会の日本国内予選ですかね。そうです。あれ、そもそもだってファイナリストに選ばれるっていう時点ですごいですよね。日本で5人だけ。そうですよね、はい、そう、知ってる？よし、ごめんなさい、知っとけだってまずそこに選ばれるっていうのがすごい大変なんですよね。そうです、めっちゃ大変です、ね、日本ので5人の中に入って、もう世界大会の予選をね、はい、また再来年でしたけども挑戦するということで。そうですね、2024年ですね。2024年も挑戦するということで、はい、今フリーランスでいろいろ次の大会に向けて準備してるということで、はい、そうです。それでインスタも YouTube、 あと何やってましたっけ？ブログとか、あ、ブログもやってるし、はい、オンラインショップもやってますよね。で、今ちょっとフリーランスでやってる分、こう工場がね、あんまりしっかりしてないっていうか、まあ、それか僕がそもそもね、一人だけあ、そうですね、フラフラ活動してる。あ、そうですね、はい、で、今そのあ、オンラインサロンもやるんですもんね。そうですね、オンラインサロンの方が、まあ、軸足は。あー、なるほど。じゃあ、まあ、ちょっといろいろやってるので、一応製造して販売っていうのは、まあ、メインじゃないんで。そうですね、活動は、まずインスタとか覗いていただければの方がいいかな。リンクが貼られてるのかな。はい、はい、で、YouTube ももちろんチャンネルやってますし、はい、YouTube の方では何を上げてるんですか？ YouTube の方では主にボンボン、はいはいはい、あとはそのマスターズの、はい、去年出た時の舞台裏っていうのも結構これ面白いんで。これは面白い、はい、さあ、そう、最近の動画なんて、はい、キットカットやってましたねそう、ちょっとね、あのふざけたこともしようかなと思って、はい、プロがガチでキットカットを再現した、はい、これは面白い、ちょっと見てみまず見ときますプロがキットカットをガチで再現されて、はい、超ハイクオリティなキットカット、はい、そうです。見てみてください、はい、ぜひね、はい、で、今日はですね、なんとチョコレートの飾りを今日はやっていただけるということで、はい、世界レベルの、ね、技を見せていただきます。しかもそれを教わる、僕が見せるだけじゃちょっと面白くない、うんうん、まあ、せっかくなんでやってもらって、ああ、どんなのかできるか、まあ、いきなりできるかもよ手柔らかに、はい、じゃあぜひよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、それでは行ってみましょう。よろしくお願いします、はい、はい、じゃあまず道具と材料説明をお願いします、はい、チョコレートのまずテンパリングから始めていきたいんですけど、これ、はい、溶かしたチョコレートですね。僕はあの電子レンジで溶かすので、で、あとは、綿棒でしょ、 でこの丸の抜き型と、はい、あとパレットナイフ、はい、あとカードですね、あとコルネですね、絞るやつ、はい、あとケーキの横に巻いてるムースのフィルム、はい、これは55センチかな、あ、55センチだわ、55センチなんですね、おかしいよね、55ミリですね、はい、と、あとこれシート状のフィルム、はい、OP フィルム、わかるかな、はい、まあ節、まあコームって呼ばれる、はい、これを使って、作っていきたいと思います。はい、じゃあまずテンパリングからですかね。そうですね、はい、普段テンパリングってどんな取り方してます？普段お店では電子レンジ使って、はい、はい、電子レンジで、あ、じゃあ、フレーク4とかそのまんまですね。そのまんまのまんまのフレークをボウルにボンって入れて、はい、でそのまんま、あ、そうですね、ちょっとずつ、はい、ガチの電子レンジ、ガチの電子レンジオンリーです、オンリーレンジテンパです。じゃあちょっと、はい、普段のテンパリングとは違うやり方を見せたいなと。これフィルムですね。でまずこれをこの石の上に敷きます。よくあのドラマとかでチョコレートを石の上でカシャカシャ、あれのちょっと応用編みたいな、マーブルテンパってやつですかね。そうです、そうです。けどフィルム引くんですね。そうです、あの汚れるんで机が直接やっちゃうとね、もうチョコレートもちろん拭くし、掃除が後で拭くのが大変になっちゃうので、でこれで境目が分かんないから、分かんないでしょ。そうそういや僕も分かんないいやいや分かっといてくださいよカメラでも確実に分からないいや見てる本人もどこやまあチョコレートね、水気は禁物ですからね。禁なんでね、はい、今アルコールでぴったり貼り付けるけど、でこの広げたフィルムの上にチョコの大体ね3分の2ぐらいかなを広げちゃいます。このこっち側は少しなんですか、あ、こう出すんですね。あ、そうです、うん、そうなんです、この出してる意味はね後でわかります。出しとかないとね後で偉いことになるで残したあったかいチョコ、大体これ今45度ぐらいかな、はい、これは普通の硬いカードなんですけど、シリコンのカードっていうのが正解、はいはい、僕はそれを愛用してます。理由はね、広げて止めてっていう作業を繰り返すんですけど、シリコンの方が結構綺麗に
れていく。ああなるほどね、そのまんまマーブル台でやる人はこうカシャンカシャンってパレットとねスケッパーでやるけど、シート破れちゃいますもんね。そうなんですよ、あれの難しいところって空気が結構入りやすいんです。確かに、うん、泡入っちゃう。そうなんですよ、はい、でもチョコレートってね空気入っちゃうとなかなか抜けにくいし、うん、でその後作業するときにも結構結構邪魔なんですよ、綺麗に仕上がらなかったんで、こうやってこう優しくここから吸い上げてあげるような感じでまとめて繰り返してでチョコレートを冷ましてあのこんなこと言っちゃ悪いですけど、はい、パフォーマンス的にはねカシャン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 ってやりますけどあれめちゃくちゃ泡入ってるだろうなと思って。机汚れるし確かにあんまり合理的じゃない。でもなんかこう見せる感じのね作業としてはいいんかわからないですけど、あ松潤がやる分もいい松潤、あ確かに実際はね実用的じゃないですねやっぱね。そうですね、あなるほど、あこの時にねシリコンのカードだと柿がいいわけですね。そう柿がいいですね、集めやすいし、これチョコレートはやっぱりマーブル台でこう練るようなテンパリングの方が結晶的にはやっぱ細かく安定するんですかね。あそうですね、僕もあのいろんなテンパリングの方法を試してますけど慣れたらこれが一番状態としては扱いやすい、うん、あそうなんですね、うん、あの流動性悪くなってきた、はいはいはい、うちのスタッフもねしっかり勉強してもらって、なかなかないよこんな機会、君たちもうね俺に感謝しろ僕はアルバさんの YouTube を見てきたなんてパワハラ発言する社長そろそろいいかな、だいぶね、はい、あります、はい、最初の頃だいぶ状態が重くなったんで、うん、そうしたらこっちに今ね台ですわ、台、台、ちなみにアキさんはね関西出身なんで、あそうです、もうベタベタの関西弁です台ですわって、ね、残しておいた、ちょっとをこの時にね余らしといたフィルムが大活躍としている、あくまでやっぱ綺麗に仕事をする。そうです、ね、これねあの慣れてない人がやると床に落とすんですそうこういうところがねあのシリコンやともっと綺麗に、ああそうですよね、取れるんですけど、まあまあでも普通のこのカードでもできんことはない。でセリアに GO、 セリアに GO です、ね、僕のせいでセリアからシリコンカードが消えます。わかるはい、今この状態、はい、重いチョコと緩いチョコが今一緒の状態、はい、こいつを綺麗に合わせてあげると、ちなみにですね今日はうちのカカオバリのミヤメール使ってもらってます、はい、ちょっとねミヤメール重いんです。あ僕ちなみにカカオバリ、はい、カカオバリをよろしくお願いします、はい、あの普段使ってるやつよりねちょっと 重いんですよ、ね、流動性が悪いチョコなんで、うん、まあ、チョコレートもねパーセントが常に流動性がいいか悪いかというと、カカオバターのね水溶量がメーカーのものによって違うんで、そうですね、一概に同じパーセントだったからといって同じとは限らないんですよね。そこが面白いところでもあるんですけど、で今ちょっとだけ粒が残ってると思うんですけど、はいね、粒これをちょっとだけ電子レンジ5秒とかかけて、これが綺麗に消えた時点でテンパリング、ここが重要ですよね、やりすぎちゃうと大変なこと、やりすぎちゃうとまたやりますし、じゃあ電子レンジへ行こう、はい、5秒ぐらいですね、はい、5秒ですね。電子レンジのね使い方をちゃんと学んどかないと、これが今はねワット数でいうと今ね700でいってるんです。700です、ね、慣れないうちはね500とか、ああそうですね、うん、まだ粒がちょっとさっきより小さくなりましたけどね、はい、でまた5秒かけて、こうやってしっかり混ぜてる間にもチョコレートの結晶が核がね育っていくので、やっぱりチョコレート空気が入らないように攪拌するっていうのは大事ですね。空気が入るとポチョ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 音が鳴ってあんまり良くないんですけど、静かにですね、これで終わりましたか皆さん。さっきあった粒がもう完全に、ああ空気も入ってないし綺麗にテンパリングできてる、はい、これがいい状態、うん、よしじゃあ行きましょう、はい、で今日、はい、トルサード、たまにケーキの上に螺旋のチョコを乗ってる、はいはいはい、あれをちょっと作ろうかな。で、使うのが綿棒、綿棒、はい、これまたフィルム、はい、で、綿棒にフィルムを作る、おお、先に巻きつけちゃうんですね。そうですね、閉じ終わりは今こういう状態、はい、あとはこの先の串型のフォームと、あとフィルムですね、はい、フィルムをまず、まあ、真ん中あたりに置いてあげる、で、パレットね、あの途中でボケてくれても構わないですこれしゃもじやないけとか言って大阪の血出してもらって構わない撮る前ね緊張してるとか言ってましたけどアキさんの YouTube ねうちほどふざけてないんでそうなんですよ、ちょっとね綺麗に撮っちゃってるんですけど、ちょっとふざけた方がいいかなとよかった方がいい、そうそう
ットカット撮ってからね、もう4ヶ月ぐらい経ってるんですよ。あらあら、そろそろ怒られちゃう。じゃあ久々の YouTube 出演ということで、そうですね、はい、アルガさんのところでっていうねで、はい、ここに、フィルム置いています。はい、これやっぱこう白板の上でやるのは急激な温度変化だと困るって感じですかね。そうですね。でチョコをちょこっと、お、ボケたボケたぞ。ボケろって言うから拾ったぞ。これカットしちゃうかな。ひどい、あげてます。あんまり大量にね、やりすぎないように、ね、この時はで、伸ばす。喋ってる間に固まってきたやつボケてる間に、はい、ボケてる間に、よいしょ、薄く伸ばしますと。で固まる前に、はい、上げて、こっちに持ってくると。ちょっと別のとこに移動して、ね。そう、別のとこに、はい。で、こいつが固まるまでの間にこっちを切りました。やっぱチョコレートって綺麗に作業しないとダメっすよね。そうですね。それが一番キーで、ね。やっぱコンクールの時もそこは評価されるんですか。めちゃくちゃ評価されます。まあそうですよね。はい、ちなみにめっちゃ綺麗、はい。なるほど。絶賛されました。ああ。チョコレートって分かりやすいですもんね、汚くなっちゃうと。そうなんですよね。で、今ちょっとね、これは固まりかけなんですけど、はい、あ、ちょっとやや曇って、やや曇ってるんですけど、じゃあこいつを櫛で、まあ定規ね、目安で、目安で引っ張ってあげると。綺麗。まずね、まっすぐ引っ張れないよね、君たちね、よよよよよよってなっちゃう。定規があったらね、ちょっとやりやすい。なるほど。で、こいつが完全に固まる前、今まだね、柔らかい状態、うん、で、こいつの方にくるくるっと巻きつけていくと。素晴らしい。こんな感じです。これ今作業ね、一連で見せてもらいましたけど、これ実はこのチョコレートのね、固まるこのスピードとかが結構重要ですよね。そうですね。タイミングとか、チョコレートが可塑性のある状態で、本当に一瞬なんで、それを逃さないように見極めて、で柔らかすぎてもさっきの線を引くときにどん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 くっついてっちゃって、綺麗な筋に切れない。その辺の見極めが難しい。やってみますか。やってみますか。お前なかなかないよ、直接こんなお前素晴らしいレベルのチョコレート教えてもらうのは。どう、意気込みを。緊張して手が震えそう。頼むよ。頑張ります。ちょっと今じゃちょっと整えてもらってるんで、ね、そうですね。普段使ってる道具と違うから、若干あるあるですよ。うん、まあでもね、工房筆を選ばず頑張ります。わかる。僕もね、YouTube でいろんなとこ行くんですけどね、この状況でお菓子作れとっていうようなねことあるんですよ。あるんですね。あるんです、あるんです。特にね、飲食店行くとオーブンがもうめちゃくちゃ火の荒いガスオーブンとかだと、どう焼くのっていうね。じっと2分ぐらいで焦げ始める。そうめちゃくちゃ中生なのにもう外焦げ始めるだとかね。きついな。そうちょっと電子レンジから。はい、こういうところにボールの縁っすよね、はい、にチョコがついたまま次の作業しちゃうと、こっから手についてとか、もうそれで減点ですか。あ、そうですね。まあこういうの放置しておくとやっぱり汚い、はい、いろんなところにチョコつき始めちゃうんで、うん、でもう常にこうボールをきれいにしておくこと、まあ、特に縁とかは重要ですよね。縁とかめっちゃ重要っすね。さあ、じゃあちゃんと教えてもらいながらうまくやってくださいよ。全力でいきます。はい、お前はボケなくていいからね。何気にやってるけど、このね、状態をこうきちんとこうチョコレート保つっていうのも意外と難しいんだ。おっしゃる通り。こう大会ではテンパリングっていうのは もちろんマシンなしですよね。マシンなし、ちゃんとゼロから。もちろん。あれ何キロぐらいとかテンパリングするんですか。僕大会の時は1キロで。1キロなんですね。はい、そもそも、テンパリング取ったチョコで、PS モンってオブジェですね、チョコを、うんうん、組み立てていくんですけど、この接着用のチョコなんで1キロだけ。ああ、なるほど。あれパーツは持ち込みなんですか。パーツ持ち込みですね。大阪から東京まで真夏にチョコ運ぶっていうと、それどうやって運ぶんですか。保冷車。いや、普通にライトバンみたいなやつに冷房がかかるんで。なんでその時期にやるんだよって。いや、本当真夏だけはやめてほしい。4月の26日。あれはあれでしたっけ、ピエスだけですか。アントルメモでしたっけ。ピエス、ボンボン、スナック、あー、ビーガンですね。はいはいはい、はい、で、あとはケーキですね。違うと、それ全部持ち込みなんですか。ボンボンだけは持ち込みでした。で、ケーキとスナックっていうのはその場で作る、計量はしてっていいんです。
ちなみに時間制限はどのぐらいなんですか？6時間半。6時間半で、ベースのモンタージュと、モンタージュと、でその3、2品ですね、2品の仕込みで、最後はプレゼンテーション。そう、プレゼンテーション。あ、なんか懐かしいな。僕も一応コンクール出てた身ですから。僕はね、店を開く方は行っちゃいましたけど、すごい人たちはすごいやりますよね。そうですね、コンクールに人生かけてまあ僕もそうですけど、だってそれこそ2024年ね、目指してもう今やってんですもんね、次の大会に向けて。ずっとやってますよね。それがやりたくて独立したみたいなじゃあやってみましょう。春樹君、教わりながら。緊張しいだな。まずフィルムをその辺でいいんで、はい、置いてチョコをちょこっと。あ、取った、はい、いいよ、いいよ、いい調子だ。さあ、ここ、ここがね、意外と難しいのよ。左が結構厚くて、はい、右がスケールぐらいですか。あ、本当だ。これはもうこっちが引っ張っちゃって大丈夫です。ぎゅーっと、どんどん広がっていっちゃう。うん、OK でしょう。で、パレットをきれいにして、このね、ただ薄く伸ばすっていうのもね、ちょっと難しいんだよ、実は。で、そう、カッターナイフの一歩でフィルムの端を、どこだ。いや、これあるあるだよね。あるあるですよね。そう、やべっつって、終わりがわからんっつって固まっちゃうぞ、早せな。フィルム見失うあるあるね。よしよしよし。で、手前に。そう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 。こうやって見て。で、今チョコがね、まだ、あ、もう右は固まり始めてるかな。確かに。あー、あー、これね、違いが出ちゃうんだよね、厚みが違うと。ほら、こっち固まってきてるけど、うん、こっちまだよね。ほら。うん、確かに。こうなるとどうするんですか？硬い方に合わせるし。硬い方に合わせるし、うん、こっちからの方がいいですか？こう向きの方がやりやすい。右利きですか？右利きです。右利き。あ、じゃあこっち向きの方がやりやすい。さあ、まっすぐ引けるかな。まあでもこの物差し当ててっていうのはね、ちょっといいかもしれない。これ立てた方がいい。寝かちょっと寝かし45度ぐらいがやりやすい。もうちょっと固まり始めてる。今度は早くしないと動かない。はい、あ、くるわ。いつまでもたもたしとんねん。そう、まっすぐ引っ張る。はい、行け。線ついてるか。あ、めっちゃ歪んでる。おお、めっちゃ歪んどる。めっちゃ歪んでる。よいしょ。お前、物差し意味あったか。で、固まる前に綿棒に巻いていく。あー、なるほどね。そう、その向きで、あとくるくるっと。そう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 。お、大丈夫だ、はい、意外といけたぞ。意外といけるんじゃない。あ、まあ、一連の流れは美しくないけどね。おお、でも、おお、さすが教える人がいいといいね。本当に。じゃあピヨンってなっとるよ。そう、これをね、閉じ目を下にした方が安定する。おお、できたー、イエーイ。1点残念なところが、そうできてない。あ、途中であれじゃん、綺麗に。だいたいそんな暇なかったよね。そうだそうだ。あ、めんどくさくなってくるんですね。あ、でもこれ固まっちゃった後の掃除めちゃくちゃ大変ですよね。でもやっぱこの残骸見ればわかるけど、こっち厚いよね、こっち薄いよね。ほら、しかも7回ぐらいやってたよね。ここのね、やっぱね、薄くするのが意外とね、さっとできるのがやっぱプロですよ。ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあ、あとは固まるのかな。普段はね、僕室温が20度から22度ぐらい、うん、ああ、やっぱちょっと涼しめのところなんですね。そうですね、冷房でガンガンに今の時期やからやってるんで。じゃあこれでちょっと冷蔵庫入れていきましょう、はい、これはもうこれ固まっちゃってたやつ、もう無理やり取るしかない。無理やり取る、うん、やっぱ途中途中でちゃんとね、片付けるっていうのが重要なんですね、やっぱね。効率悪いですもんね、こんだけ固まっちゃえばね。で、この固まったチョコを溶かすのにまた手間がある。ああ、確かに。もうダマの原因ですもんね、これね。そうです。要はね、ほら、全然違うよ、こんな固まっちゃって。いつもはあのガラスのボールでやってるみたいで。あ、そうですね。その方が。ガラスのボールの方が保温性があるんで、チョコレート冷めにくいんですよ。なんで普段は、まあ撮影僕もするんで、ガラスボールの方が映えるんで。そこ？しかもね、これほら、やっぱこう固まってきちゃうんですよね、こういうところはね。そうそうね、そういうところが難しいんでね、うん、はい、じゃあ次はテンパリングを挑戦してもらいます。はい、よろしくよろしくお願いします。はい、広げてで、まとめる。そうそうそう、このね、
いい状態って結構時間が短くて、ここから先ね、急激に固まり始める、うん、ここはね、結構一瞬なの、もうどんどん固まってくるここから、ちょっと焦っちゃうね、そう、焦っちゃう、ちょっと電子レンジ開けましょうか、はい、多分ね、ちょっとね、結晶多いですね、うん、ちょっと多くなって多いですね、待てよ、これもね、一瞬で温度上がっちゃうんで、電子レンジ結構強力じゃないですか、強力、本当に10秒とかかけちゃうと、もうすぐ35度とか、まあチョコ、やっぱ30、マックスでも34度かけてるんきちっとテンパリングできてると意外と耐えられますよね、耐えれます、多少ビロ中は 33.8 度なんで、全然34度でも持ちこたえることがある、テンパリングってブルーム出なきゃ OK みたいなラインを合格点にすると、はい、何でもありですよね、そうです、実はテンパリングされてるチョコレートの中でも結構この結晶のね大きさとかによって全然違いますよね、そうですね、艶とかも最終的に変わってくるんでね、うん、やっぱり一番ベストな状態に整えるっていうのが技術かなこのね、リンカがテンパリングしてくれたチョコレートでもう一個飾り作ってもらいます、じゃあ次はね、ちょっと簡単な飾りにしようかなとか、なんなら家でも、ね、真似できるんじゃないか感じのやつやったぜいや、お前ら素人ちゃうやんプロそうそうそう、何が家でも簡単にプロ意識を持ってください、はい、じゃあお願いします、はいはい、じゃあまず、台に、まあ、ラップなりフィルムを、まあちょっと先ほどのようにそうですね、貼ってもらって、うん、で、もちろん水分は拭き取ってあげて、拭き取ってね、これを、これコルネってね、コルネ作れねえよっていう人いてると思うんですけど、まあそういう人はね、100均であの絞り袋とか売ってるんで、はいはい、そういうのに入れてもらって、あの先っちょ細く切る方でもいいと思う、うん、あの僕の過去動画で作ってますんで、よかったらコルネの作り方そちらをご覧くださいで、コルネの中にチョコを、はい、ここの作業もね、綺麗にやるの重要です、そうです、うん、あんまりね、パンパンに入れちゃうと今度上から溢れてきちゃうんで、もうそこそこにしといた方がいいですね、うんうん、で、上を畳んでいくと、で、セロハンテープで口を閉じる、これで、コルネ出来上がり、はい、はい、で、先っぽをちょっとだけ本当にね、細くでいいんですけど1ミリ、2ミリです、で、あとはもうこいつにビーッとメッシュをね、作っていくんです、で、こっちの向きが終わったら角度を変えて、やっぱこう、細い方が繊細さが出ますね、そうですね、これぐらいかな、うん、この絞ったのが固まりきる前、このタイミングがね、そう、このね、色がちょ、色というか艶が若干ね変わってくるんですね、チョコレートカメラでわかるかな、これわからないですねそう、これはリアルで見ないとわからないかもしれない、そう、ちょっと曇ってくるんですよね、うん、もうちょっと固まってきましたそしたら、まあ大きさ自由でいいんですけど好きなところで抜いてあげると、こう大きいのばっかりやとあれなんで、ちょっとちっちゃいやつとか、で、これで固まったら外してあげる、はい、はい、じゃあこれもう作業が終わって片付けなんですけど、さっき使ったフィルム、はい、これチョコまだべったり残ってますよね、で、これに作業が終わったチョコを流す、で、はい、あとはフィルムをバタンバタンと、してあげれば、このフィルムについたチョコも綺麗に一緒に剥がれてくれると、ここはもう手で、そうです、もう手でもうギリギリまでいっちゃっていいんで、うん、まあ、こんな感じですね、これでオペフィルムも使えたし作業台も綺麗と、そうです、チョコってね、本当にうまくやれば無駄が出ない、うん、で、その辺を勉強してもらえたらいいかなと思います、ありがとうございます、はい、さっきのフィルム袋を外していきたいと思います、今冷蔵庫で30分ぐらいかな、はい、そうですね、固めてましたね、はい、さあ僕のやつとハルキのハルキくん、どう違うか、いやいや、よくできてるよ、いや、そう、綺麗にね、できてるんですよ、先生が、まあ、褒めるときはもうちょっと大きい声でしょ、どっか行きますか、いいよ先生がいいからねって言いたかったんだよね
恥ずかしいじゃないよ。はい、こっちが、はい、アキさん、はい、こっちが、ハルキ、はい、すっとね、おお、やっぱちゃんとこう綿棒を使った分だけ機械的なね丸になって綺麗ですね、仕上がりが。じゃあ外してみますか。このやつから外してみましょう。はい、よいしょ。おお、はい、おお、こういう素晴らしい、ちゃんと厚みも整ってて、でまっすぐですね、引けてる、引けてる、でちゃんとね切れずに全部つながってる。これもやっぱり後々パーツで使う時に細切れなく使えないところが多くて、うん、いやチョコダマになってたりすると突っかかったりしますもんね、すごいね。ちょっと自分で外してみちゃう。さあどうだ、あ、もう割れとるやんけ。丁寧に外しておくれ、うん、頑張れ、お、よし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 、うん、外れるか一本一本、お、外れます、おっと、ここがここがくっついている。あ、ちょっとやっぱり切るタイミングが若干遅かった、やっぱしっかりこう下まで入ってなかった、入ってなかった。けど上出来じゃないですか、これ使える使える、初めて初めてでしょ、すごいっすよ、初めてでこんだけできたら、喜んでるとか取らないよ。素晴らしい、ありがとうございます、えい、先生が素晴らしい、間違いない、使ってほしくてもう一回言いやがった。じゃあ実際この飾りを使ってね、アントルメを飾っていただきます。ということでありがとうございました、ありがとうございました。いやーこれじゃあ、まあ、最後デコレもやってもらいましたけども、素晴らしかったね、よかったね、フレームアウトしてますけど。よかったね、勉強になりました。いやあのね、はるきくんもりんかちゃんもほぼ初めてと思えないぐらいね、いやすごかったですね。いやでも先生がよかったんでしょ。そうね、間違いない間違いない。なんかわざわざありがとうございました。あ、いえいえ、まあ、これでちょっと皆さんもぜひすごく細かくねアドバイスいただいたんで、家でもやっていただければ、まあ、綺麗なね作業の方法とかも教えていただいたし、まあ、実際ね多分家でも全然できますよね。そうですね、うん、ぜひ家でもね挑戦してみてください、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあぜひ皆さんもトライしてみてくださいね。ではまた。次世代パティシエ修行の形、菓子作りを通してつながる新しいパティシエコミュニティ、素晴らしい技術と知識を惜しみなく提供してくれる特別外部講師たち、挑戦から生まれるビジネスアイデア、失敗から始まるチャンス、成功にとらわれるな、成長にこだわる、学びに対する熱い思いを持ったメンバーたちの参加をお待ちしています。